一の沢遺跡は、山梨県笛吹市境川町小黒坂山一の沢にある遺跡。県内では、甲州市の安藤寺遺跡と並ぶ、縄文時代中期を中心とした集落遺跡。縄文前期の初位組織機から、中期中央、後期諸島の堀の内敷機までの遺跡で、縄文中期の集落遺跡。二つの大規模な環状集落があり、一つは、県内でも、 例のない井戸尻敷機の集落。出土品107点が1999年6月7日付で国の重要文化財に指定されている。一の沢遺跡所在する笛吹市境川町は甲府盆地の東南部に位置する。三坂山地と曽根丘陵の接点にあたる北西に傾斜した尾根城に立地する。東には三坂山地から流れる狐川が北流し、 狐つね川扇状地の船長部にあたる。標高は420メートル付近で、一帯には、縄文時代の遺跡や古墳が集中している。県内の縄文集落は、新津県による分類が行われており、中期集落では、中央空間部を持つ急進型のうち、空間部に、母校群のある A 型と、母校群のない B 型が多い。くし 原孝一はさらに継続性の観点から分類し、一の沢遺跡は安藤寺遺跡や上野平来遺跡ともに振動、それに式にあたる。1982年から用水管埋設工事や道路整備に伴い、境川村教育委員会や山梨県教育委員会により四次にわたる発掘調査が行われている。四次調査では、 縄文前期後半の書組織機器の縦穴式住居3、土庫120や縄文中期末の井戸尻、外し式機の住居跡20が検出されたほか、入り口にマス型の排斥を伴う縄文中期の絵鏡形式石住居跡が検出された。出土遺物のうち、土器類では深鉢型河原家の他祭祀に用いられる人面装飾不土器や有効つばつけ土器などがあり、 勝坂サ敷機から井戸尻敷機にあたる。56号土口からは、井戸尻二式の大型装飾土器2点が出土している。これは最大計1.1メートル、深さ60センチメートルの土庫に2点の土器が、正位の状態で、取っ手を書いた、河原家、小型土器と共に出土しており、採取に伴う意図的な舞の音と考えられている。石器では、 植物質食料の採集や加工に用いるスリー石や、脱製石符、狩猟や魚老具では、黒曜石製の石属、石水、蘇生石碑、切り目石水などが出土している。また、四号住居から発見された上半身の大型土偶は、古城の眉に、切れ長の目、後頭部には、蛇のモチーフが表現されており、考古学的に注目されているほか、 その愛くるしい姿からキャラクター化された、いっちゃんの愛称でも親しまれている。出土遺物は山梨県埋蔵文化財センターや山梨県立高古博物館に所蔵されている。ありがとうございます。